ガレス・ベール、ガレス・フランク・ベール、ギャレス・フランク・ベール、1989年7月16日隊は、イギリス・ウェールズ・カーディフ出身、ウェールズ代表のサッカー選手、プリメーラ・ディビシオン・レアル・マドリード所属。ポジションはフォワード。デビュー当初は、左サイドバックであったが、オフェンス力を買われて前線にコンバートされ左右ウィングを中心に起用されている。カリム・ベンゼマ、 クリスティアーノ・ロナウドとの3トップは BBG と呼ばれた。ウェールズ代表の最多得点記録の保持者、UEFA エウロ2016では、ウェールズを初の決勝トーナメント進出に導いた。1989年、ウェールズ・カーディフにて生まれる。二人兄弟の末っ子で、おじクリス・パイクもフラム FC や、カーディフ・シティ FC で活躍したサッカー選手であった。 非常に早い時期からスポーツの才能を開花させ、9歳の時にはすでにサウサンプトンのスカウトに声をかけられていた。ウィッチチャーチ高校では教師の勧めにより、ホッケー、ラグビー、長距離走など様々なスポーツに親しんだ。ちなみに14歳の時には100メートルを11.4秒で走っていたという、幼少時代はアーセナルのファンであった。2005年7月に、 サウサンプトン FC と契約。2006年4月17日のミルウォール FC 戦に先発出場し、16歳275日でプロデビュー。セオ・オルコットに次ぐクラブ史上2番目に若いデビューとなった。2006年8月にはタイダービーカウンティ戦にてフリーキックでプロイリアと初となるゴールを挙げた。デビュー年からの目覚ましい活躍で、同年の2006年に、 BBC ウェールズのヤングスポーツパーソナリティオブザイヤーに選ばれた。また、プロとして最初のシーズンながら、フットボールリーグヤングプレイヤーオブザイヤーに選ばれた。翌年の2007年には、様々なクラブ間での争奪戦が行われた末、トッテナムホットスパー FC に移籍金700万ポンド、4年契約で移籍、その当時の背番号は16。デビュー年から活躍し、 フラム FC 戦でファーストゴールを挙げ、タイアーセナル FC ではフリーキックでゴールを奪った。しかし、2007年の12月にタイバーミンガムシティ戦でファブリスムアンバにタックルを受け、右足の人体帯に大怪我を負う。そのため、長期の戦線離脱を余儀なくされた。その結果、シーズン後半のすべての試合を欠場したが、2008年クラブは能力に、 疑いの余地はないと彼とさらに4年契約を結んだ。トッテナム加入以降、リーグ戦24試合、約2年にわたって、ベールが出場した試合では、トッテナムが勝利することができないという事態が続いたが、監督のレドナップは2009年9月26日の、バーン DC ーー戦で4から0とトッテナムのリードで、迎えた85分からベールを途中出場させ、このジンクスを終わらせた。 2009年には、膝の手術を受けることを発表。2009から2010年シーズンの前半を欠場した。その間、ブノは明日ウイコールへことにポジションを奪われ、怪我から復帰してもなかなか出場できない期間が続たしかし、監督であるハリー・レドナップはカップ戦などで少しずつ、ベールにチャンスを与えるようになる。2010年4月、アーセナル FC 戦で、 復活の呪しとなるゴールを挙げた。さらに、その次の試合であった、チェルシー FC 戦では1-1の場面で2から1となる、決勝点を挙げ、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。この2戦の活躍により、プレミアリーグの4月の月間最優秀選手に選出された。後半のベールの活躍もあり、このシーズンで、クラブ史上初めて UEFA チャンピオンズリーグ出場権を得たトッテナムは、 クラブの新しい歴史を作ってほしいとすぐに4年契約を提示。遺跡の噂も流れたが、ベールは契約延長にサインをした。2010年10月20日、UEFA チャンピオンズリーグの対インテル戦、3C 色にて、ハットトリックを達成。さらに続く11月2日のホームでのインテル戦では2、アシストを記録して、勝利に貢献し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。 インテルのディレクターとして帯同し、この試合を観戦していたルイス・フィーゴは、ベールの動きについて、本当にただただアメージングだったと称賛の面倒した。2011年4月17日、サミル・ナスリ、カルロス・テベスラを抑えて、ピーフ年間最優秀選手賞を受賞した。2011から12シーズン、チームはリーグ4位に入りながらも、 UEFA チャンピオンズリーグの出場権を得られず、ベールの遺跡も取り沙汰されたが、オフには2016年までの契約延長に合意した。背番号も3から、ラファエル・ハンデル・ファールとより受け継いだ11になった。2012から13シーズン、主にトップ下でプレーするようになったベールは、リーグ戦で自己最多となる21ゴールを挙げピーフ年間、最優秀選手賞。 ピーフ年間最優秀若手選手賞、FWA 年間最優秀選手賞を受賞した。最終節のサンダーランド AFC 戦で決勝点となるミドルシュートを決めるもチームは惜しくもチャンピオンズリーグ出場権を逃した。2013年9月1日、レアルマドリードへの移籍が発表された。移籍金は8600万ポンドと言われている。ベールは左ウィングや トップ下でのプレーを得意としていたが、左ウィングにポジションを取るクリスティアーノ・ロナウドの存在により主に右ウィングでプレーすることとなった。2013年9月14日のデビュー戦のビジャレアル CF 戦で公式戦における移籍後初得点を挙げた。11月30日のバリアドリード戦ではハットトリックを達成した。2014年4月16日のコパデルレイ決勝の FC、バルセロナ戦では、決勝点を決め、チームに国王杯をもたらした。続く5月24日の UEFA、チャンピオンズリーグ決勝では、1から1で迎えた、延長後半5分に、ディマリアのシュートのこぼれ球を頭で押し込む、逆転弾を決め、2から1とするとチームはここから、あと2点追加して4から1、ラデシマをたぐりせた。 二つのコンペティションのファイナルでいずれも決勝点を挙げる、勝負強さを発揮した。2014年10月、ウェールズ代表戦にて肉離れを起こし戦線離脱。その間にイスコや、新加入のハメス・ロドリゲスが活躍したことにより、ベールのスターティングメンバー落ちを望む声も上がったが、リーが第11節のラーヨバ・ジェカーの戦で、スターティングメンバーとして復帰すると、 前半9分に先制点を記録した。2014年の FIFA クラブワールドカップでは2得点を挙げてチームメイトのセルヒオラモスらと共に得点王になった。2015年に入ってからはしばらくゴールに見放され自己中心的なプレーや守備への献身性の少なさなどもあって批判を受けた。2015から16シーズンはリーガー・イスパニョーラでは23試合に出場し19得点を 記録。チャンピオンズリーグでは得点はなかったが、決勝戦では、セルフィオラモスのゴールをアシストした。その後、クラブの活躍や代表での活躍が評価され、アントワーヌ・グリーズマンや、クリスティアーノ・ロナウドと共に、欧州最優秀選手賞最終候補に選ばれた。2016から17シーズンは、2016年10月30日に、 レアルマドリードとの契約を2022年まで延長したことが発表された。その後、11月22日の UEFA チャンピオンズリーグのグループリーグ、対スポルティングリスボン戦で右足首を負傷、手術を行ったことで年末に開催された FIFA クラブワールドカップ2016も欠場を余儀なくされた。2017年2月18日、 第23節の RCD s パニオール戦で怪我から約3ヶ月ぶりに復帰を果たして得点も決めたがその後もコンディションが万全になることはなく4月23日に行われた第33節 FC バルセロナとのクラシコで怪我の再発により前半39分で交代このシーズンのリリーグ戦は19試合出場に止まったシーズン絶望と思われたが 故郷カーディフで開催された2016から2017シーズン最終戦の UEFA チャンピオンズリーグ決勝戦のユベントス FC 戦には間に合い後半77分から出場チームは勝利して地元開催大会で優勝した史上6人目の選手となった2017年11月28日 CF フエンラブラダ戦で レアルマドリード通算160試合目の出場となり、デビット・ベッカムを超えて、英国出身選手として、クラブ最多試合出場記録を更新した。2018年5月26日のチャンピオンズリーグ決勝では、ベンチスタートとなったが、1から1で迎えた後半61分にイスことの交代で、ピッチに立つと、64分に、マルセラのクロスにバイシュクルシュートで合わせ追加点を、 配った83分には距離のある位置から無回転シュートで二点目を決めた。決勝では、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。2018年12月の FIFA クラブワールドカップでは、レアル・マドリード初戦のカシマ・アントラーズ戦で、ハットトリックを記録するなど活躍し、大会最優秀選手に選ばれた。2006年5月25日、ウェールズ代表として、 トリニダード・トバゴ戦でデビューし16歳315日のウェールズ代表最年少記録を作った2013年にハリー・ウィルソンが更新。10月7日にはエウロ2008予選スロバキア戦にてフリーキックでウェールズ代表史上最年少ゴールを記録した。また、ベールは祖母がイングランド人であることからイングランド代表としてプレーすることも選べたが、 ウェールズ代表としてプレーすることをとても誇りに思っている。僕のハートにはイングランド代表に対して奮い立つ気持ちはないと声明を出している。UEFA エウロ2016予選では7得点を挙げ、ウェールズ代表史上初の UEFA エウロ本大会出場に貢献した。2016年6月に行われた UEFA エウロ2016では、 GL 第1戦スロバキア戦で直接フリーキックをね、ウェールズ史上初の UEFA ウロ本大会得点者となり UEFA ウロ本大会初勝利に貢献した。続く GL 第2戦イングランド戦でも直接フリーキックを決め、さらに GL 第3戦のロシア戦でもゴールを決め、ウェールズ史上初となる UEFA ウロ本。 大会グループステージ突破とベスト4以上に貢献した。2018年3月22日の中国戦では、ハットトリックを達成。この3ゴールで代表通算29得点とし、イアンラッシュを抜きウェールズ代表の最多得点記録を更新した。2015年の FIFA フフの調査によると、ベールのドリブル時の速度は時速 36.9km で世界最速である。 フリーキックのキッカーとしても、得意の無回転シュートでゴールをしている。スペインの新聞紙、エルムンドはこの試合でのベールを、スティーブ・オベットのように走ることができ、ブライアン・ハバナのような体格を持ち、ブラジル人のような曲がるボールを蹴ることができる選手で、あると絶賛した。また、同じく、ウェールズ出身のサッカー選手ライアン・ギグスに、プレイスイルが似ているため、ギグスの後継者とも言われている。 ピー違いでは、穏やかな性格の持ち主として知られ、トッテナムの元監督であるハリー・レドナップは、性格がすごくいい子なんだ。あんなに感じが良くて手がかからない子はそういないよ。と発言している。高校生時代からの恋人であった、エマリーズイコール、ジョーンズと共に暮らしており、娘二人、息子一人の父親である。一切、アルコールを口にしない主義である。 2018年10月、税金未払いが発覚し、税務局から4300万円の支払いを命じられた。2018年2月14日、07から08、08から09シーズンは、前身の UEFA カップ、通算7130。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。